安岡正臣7月21日から1948年4月12日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。鹿児島県、後の川内市で安岡正陸軍大尉の息子として生まれる。川内中学校、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月陸軍士官学校を卒業。 翌年6月、不評少位に任官し、不評第43連隊付となる。陸軍と山学校で学び、1914年11月、陸軍大学校を卒業した。陸軍省軍務局会員、不評第51連隊大隊長、第9師団参謀、不評第29連隊付第16師団参謀、不評第49連隊長、 第五師団参謀長などを歴任し、1935年3月、陸軍少将に進級。不評第30旅団長、陸軍戦車学校長を経て、1938年3月、陸軍中将となった。独立混成第一旅団長を経て第一、戦車団長に就任。野門藩事件に出動、ソ連軍と交戦した大な損害を被った。 ルス第三師団長を経て、1941年3月に、対面となり、同月、予備役に編入された。1942年7月、陸軍事政長官に就任し終戦を迎えた。1945年12月、戦犯容疑で逮捕され、1948年4月に、ランインで軽死した。ありがとうございます。